こんにちは、あっこちゃんです。ちょっと髪型が変わったと思いませんか。ちょっと伸びてきたんで、近々美容院行こうかなと思ってるんですけど、次回はこんなような髪型にしたいなと思って。ちょっとイメージ似てませんか。これこの人の反対側は2ブロックってご存知ですかね。2ブロックって言って、一見見たとこう髪の毛があるんですけど、その下はなんと刈り上げているというような感じになってるらしいんですけど、なんか最近ねちょっと2ブロックにすごく興味が湧いているんで、ネットでいろいろ見てる時にどうしても目がいっちゃうんですよ。女の方の、ここがちょっと刈り上げてある感じの、もしかしたらやっちゃうかもしれません。ということでですね、今日はミスタードーナツのレビューをしたいと思います。いつもミスタードーナツにはチョコレートのドーナツを主に買いに行くんですけど、例えばココナッツチョコレートとか、ダブルチョコレートとか、先日はシンプルなただのチョコレートっていうのを買ったんですけど、いつもだいたいその3種類をこう交互に食べてる感じなんで、変わったところにチャレンジしようかなと思いまして、今日はポンデダブルショコラ行ってみました。このドーナツ自体は以前からあると思うんですけど、まだ1回も食べたことないんですよ実は。で、私のように食べたことのない方に向けてレビュー動画を作りたいなと思って今撮影してます。出してみます。じゃんとこんな感じです。表側にチョコレートがコーティングしてありまして、裏側はなんかカサカサした感じで、匂いはミスタードーナツのチョコレートの匂いがします。ちょっと食べてみます。あんまり甘くないですね、私の好みかも。すごいもちもちしてます。なんだろうねこれは、これいいかも、あんまり甘くなくて歯ごたえはあって、お腹にもたれない感じですね。あなたもいかがですか、ポンデダブルショコラ。なんかつまんない動画。じゃあね、またレビューします。バイバイ。